で、栄養状態が良くて、あとは雑食性なのがいいんですよ。さっきほら、肉と魚を食う国がいいって言ったけど、本当は野菜も含めて、食材をたくさん取る方が、我々は健康長寿の秘訣だと思ってるんですね。だから、高齢者の研究をしてる人は、雑食の方がいいと。できれば1日30種類ぐらいの食材を取った方がいいとかっていうので、例えばね、コンビニ弁当とかってみんな嫌がるけど、 幕の内みたいにあたくさん食材が入っている弁当って体にいいんですね。基本な食材が食べられるから。そう。ラーメンって昔のラーメンと違って十五種類ぐらいの,のわけです。 ですから体にいいと思ってるんですよ。じゃあいろんな食材でスープを取ってるから結果としていろんな食材の栄養分が取れるラーメンでも。<laughs> ラーメン体に悪いイメージ強いじゃないですかなんか脂っこいとか塩が多いとか。ところがですね人間って腎臓の機能が落ちてきた時に塩が逃げちゃうってうことがあってあの塩分を引きうと低ナトリウム結晶っていうのが起こることがあるんですよ。ところがこの低ナトリウム結晶も意識障害の すごい原因になって、ナトリウムが、例えば130を切るとかってなると、頭がぼーっとき、125を切ると、痙攣を起こしたりします。だから、みんなほら、昔、ひろゆきさんの子供の頃は知らないけど、塩をちゃんと取らないと死ぬよって聞いたことありませんかねほ、うん、んまないですね。<laughs> あの、熱中症の人にさ、 水飲ますんじゃなくてポカリセットを飲ませろとかって言うじゃないですか。あれって結局塩分とか塩水飲ましたりね。 だから塩分って意外に大事なんですよ。年、うん、を取ってくると塩分がそ漏れちゃうのね。人から塩分制限してても。だから低ナトリウム結晶って意外に起こしやすくて、うん、世界中の統計で大体 10g から 15g の人が一番長生きしてるんですよ。だから、ラーメン恐怖症もまずいと思うし、油もね、悪いように言われてるけど、ある程度取らないと、 もう、だんだん肌とかが衰えてきちゃう原因になるし、油がやっぱり免疫細胞を作るのに重要な役割を果たしてますから、だから油も嫌いすぎちゃって油抜きダイエットなんてしない方がいいですい。だから若い人がその大量に食うから油っこいもの、塩分なるものをいっぱい食ったらとんでもないことになるようだけど、高齢者はそもそもいっぱい食えないから、多少塩分とか油が高いものとってもそんないっぱい取らないから大丈夫だよと。 高齢者向けに言うことと若い人に言うことが、そういうのってさ、木之内さんはまあ確かにインテリだけど、普通の、ね、医者がもうちょいそのぐらいのセンスを持ってほしいわけですよ。